はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日は視聴者様からの質問にお答えをしますというコーナーをやっていきたいと思います。 YouTube のコメント欄、Twitter、Instagram から DM をくれた方に対して私が質問をお答えしていくというコーナーになります。本日は2名の方の質問にお答えしていきたいと思います。まず最初の方ですね、りょうけんさんという方です。 Twitter から DM をくれた方になります。はじめまして、長文失礼いたします。沖縄県那覇市モノレール駅から3分にある一戸建ての物件を東京住みのオーナーさんからお金を生んでほしいと言われ、管理と清掃と集客を依頼されております。条件は家賃・光熱費はオーナー持ちです。旅館業や民泊業は取れないエリアで、民泊なら金・銅しかダメという地区です。周りは住宅街。自分的にはレンタルスペースで貸すしかないかなと思っております。質問内容、オーナーさんとの利益比率はどうするべきだと考えますでしょうか。僕的には管理と清掃も含めて売上の 30% をいただく形が良いかなと思っております。備考、自分自身は個人でハウスクリーニングをしていて、清掃は自分で可能。時間は個人でコントロール可能。自分の住まいから徒歩5分と物件と近いので管理も可能。集客方法はレンタルスペースのポータルサイト、自社ホームページや SNS になります。物件は2階建て、屋根付き、ジャグジーあり、ベッドルーム4部屋、リビング付き、駐車場9台入ります。お忙しいとは思いますが、ぜひ R 社長のアドバイスとお考えをお聞かせいただきたいです。フルリノベーションなのでほぼ新築になります。シャワーもついております。このような質問を受けましたので、私なりの回答をしていきたいと思います。まず、物件自体はすごく魅力的だなっていうふうに思うんですけれども、今回この条件を聞くと、民泊でやっていくってなかなか難しそうだなってわけじゃないですか。おっしゃってる通り、条例的に金曜日、土曜日の縛りがあるとなると、民泊で収益を上げていくっていうのは結構厳しいとは思います。でもオーナーさんの所有物でオーナーさん自身が管理をするという形であれば、それでも利益を出せるパターンもあります。しかし大前提として、私がこの沖縄のエリアに詳しくはないっていうのはあるんですけれども、原則1週間の中の2日間しかできない場所で民泊やっていくっていうのはあまりいい考えではないなというふうには思うわけなんですよね。ただこの物件の情報を聞いてると、めちゃくちゃ民泊向きなんですよ。レンタルスペースとしてやっていく方が確かにいいかもしれないんですけども、レンタルスペースだとご存知の通り宿泊ができないわけじゃないですか。なのでベッドルームが4部屋あってもベッドを置けないという部屋のセッティングになるわけなんですよね。9台車を止める駐車場があるってことは、ものすごく大人数も集まりやすいわけなんですよ。そしてジャグジーもあるって、この辺りだったらレンタルスペースとしても魅力的なんじゃないかなってやっぱり思えるわけなんですよね。ただレンタルスペースがどれぐらい沖縄で需要があるかってちょっとわかんないわけなんですよ。沖縄ってイメージ的にはやっぱりインバウンドがすごく増えてきてるっていうのもあるので、対象者は海外からの旅行客にしたいというふうに思うわけなんです。この沖縄のエリアでレンタルスペースの集客って基本的に日本人が対象になるので、日本人に絞って集客をしていくっていうのはちょっともったいない気はしますよね。スペースマーケットであれば 30% の手数料をポータルサイトに持ってかれてしまうわけなんです。他のサイトであれば 35% なわけですよ。こうなると、まず 35% であれば 35% を引かれた 65% の利益の中から配分を決めていかなければいけないわけなんですよね。まあ、オーナーさんがもともと家賃負担をすると、そこの部分のお金がそもそもいらないというところであれば、仮に 30% の代行手数料を取ったとしても、もしかしたら収支を出すことはできるかもしれないんですけれども、一般的にレンタルスペースの場合だったら代行の手数料って 30% も取ってるところはまずないと思うんですよね。ほとんどオーナーからすると意味がない状態にはなってしまうと思います。非常に迷うところではあるんですけれども、レンタルスペースの線で行くのであれば、レンタルスペースに詳しい方に質問をしてみた方がいいのかなっていうところにはなります。レンタルスペースのミツさんであったりとか、ミカリンさんとかは結構詳しいので、やっぱりこの辺の方々に質問をしても、おそらくちゃんとした回答をしてくれるんじゃないかなというふうに私は思います。じゃあなんとか民泊でやりたいですよね。これ住宅街なんですけれども、条件というかその物件施設はすごくいいんで、民泊でできたらめちゃめちゃ面白そうだなというふうに思います。
オーナーさんが沖縄県にいない状態で現地の方が管理をしていくっていうことであれば、 30% の手数料はちょっと高いなという気はするんですけれども、この 30% って清掃費込みっていう風にインクルードされてるわけじゃないですか。それだったら全然ありだとは思うんですけれども、清掃費込みの 30% になると、多分運営をする側からしても細かいゲストがちょこちょこ泊まるっていうスタンスってやっぱり嫌うわけじゃないですか。例に出すのが難しいんですけれども、週に2回しか宿泊ができないっていう話になっちゃってるんで、そもそもまあ当てはまらないんですが、仮にですけれども普通に1ヶ月間丸々運営ができるのであったとしたら、清掃料金込みの 30% になると、運営する側からすると1ヶ月間丸々埋まって1回だけ清掃があるって言ったらめちゃくちゃお得なわけですよね。でも一泊のゲストが何回も何回も泊まるっていう形になっちゃうと、そこの部分も含めてになるんで、やっぱりもったいないなっていうか、そこの部分も含めてのパーセンテージになっちゃう話になるわけなんで、運営サイドからすると細かいゲストはいらないなってなっちゃうわけですよね。だから長期で長く取りたいという風になってくるはずなんです。実際民泊で運営やっていくと、オーナーさんが求める集客方法であったり結果っていうのと、運営会社さんがやっていきたいなっていうので多少違う方向を見ているっていうのは少なからずあるんですね。まあ結果の部分、じゃあオーナーさんはお金をもたらしてくれればいいやっていう話であれば、運営さんもそこに持っていくことはできるかもしれないんですけども、この契約の取り決めの部分っていうのは結構シビアにやっていかなければいけないと思うんですよ。だから私が考えるのは、清掃も含めてというのはあんまりよろしくないんじゃないかなというふうに思いますよね。なんでかっていうと、清掃の中には当たりも外れもあるわけなんですよ。レンタルスペースだったら原則ゲストさんが清掃をするっていうので、清掃スタッフにはそこまで負担がかからない前提で組んでいくので込みでもいいと思うんですけども、民泊でこの規模でもし外れのゲストに当たると結構とんでもないことになります。普通に数時間分の追加清掃になってしまうっていうこともあるわけなんですよ。こうなった時にその負担の部分を背負い込まなければいけないのが料件さんになってしまうので、オペレーションとしてゲストさんに追加の清掃費をくださいねっていうアナウンスをするとしても、そのお金をもらったとしても、そのお金自体が料件さんに入ってこなくてオーナーさんについちゃうっていう形になるわけじゃないですか。だったらその交渉自体もしなくなるっていうので、清掃で発生した追加時間とかっていうのの割り振りがものすごく難しくなっちゃうかなっていうふうに思いますね。清掃は清掃として別で料金をもらう話にして、固定を 30% ではなくもうちょっと安いものにした方がいいんじゃないかなというふうなのが私の提案になります。具体的に何パーセントがいいと思いますかっていうふうに聞いてきてくれてるんですけど、ちょっとその条件が週2回しかできないというと民泊としてはやっぱり厳しいかなっていうのがあるので、なかなかアドバイスも難しいところではあります。すいません、的確な助言ができなくて申し訳ないです。一応ざっくりとこのように思います。那覇市のモノレール駅から3分にある戸建て物件がレンタルスペースとして需要があるんだったら、絶対そっちでやってみた方がいいかなというふうに思いますね。参考になれば幸いです。次の質問になります。 Twitter から DM をくれた方です。 UA さんです。 R 社長様はじめまして。民泊に興味を持ち R 社長様の動画に出会い、チャンネルを登録してほとんどの動画を見ました。いつも勉強させていただきありがとうございます。購入するか悩んでいる中古物件があり、もしよろしければアドバイスいただけないかと思いご連絡させていただきました。場所は大阪の花園町駅から徒歩13分、花園町は難波から2駅で大阪梅田には15分ほどで行けます。間取りは 5DK で価格は1500万円ほどです。リビングとお風呂トイレは共有にして、それぞれの部屋に鍵を設置し、3組それぞれ泊まれるようなゲストハウス型仕様にしようと思っております。以前 R 社長は動画でトラブル防止のため所有物件は戸建て貸し切り、清掃担当も物件もほとんどが戸建て貸し切りで他の人とバッティングしないようにしているというお話をされていたと思います。しかし難波から少し離れているので、その分の宿泊費を抑え一人一泊3000円ほどで大人数で泊まっていただきたいと思い、ゲストハウス型にしたいなと思っている次第です。この物件のデメリットはギリギリ西成区という日本人にはあまり良くないイメージにあること、
括弧、ただターゲットは外国人客にしようと思っております。物件は家から電車で30分ほど離れたところにあります。 R 社長はこの考えと物件についてどう思いますでしょうか。もしよろしければアドバイスをいただけると幸いです。お時間のある際によろしくお願いいたします。質問ありがとうございます。私なりの回答をしていきたいと思います。物件の大きさというのが書いてはいなかったんですけれども、なんとなく部屋のイメージというのは頭の中ではできました。その中でお答えをしていきたいと思いますね。築年数もおそらく古いかなっていうふうに思うわけなんですよ。単純に購入するんだったら土地値とか路線価の部分ってやっぱり見ないといけないとは思います。ただ民泊でやっていくんだったら利益がどれくらい出るかっていうところで、その分の利回りっていうのを明らかにカバーできるんだったら1500万で買うっていうのも悪くはないのかなというふうには思います。この物件自体を買った方がいいか悪いかっていうのはちょっと情報が足りないので、そこは判断はできないんですけれども、ではこの物件をどのように運営をしていったらいいのかというところについてお話をしていくと、私の考えとしてはゲストハウス仕様っていうのはあんまりお勧めはしないかなっていうふうに思いますね。その理由についてなんですけれども、3000円の料金っていうのはゲストからするとニーズはあると思うんですよ。例えば3名で泊まったらその組は9000円で泊まれるっていうふうになるとは思うんですよ。でも部屋を3つ作るっていうことは、その部屋ごとの組で入れていくってわけですよね。1名の方が3組それぞれ泊まったとすると、この考えでいくと3000円で3部屋が埋まってしまうってことになるっていうことになるわけですよね。この認識で大丈夫でしょうかね。だとすると全部埋まった時の最低の1日の宿泊料金って9000円になっちゃうわけなんですよ。仮にこれで30日埋まるんであれば全然問題ないと思います。ただ私が懸念してるっていうのは、清掃の部分っていうのをやっぱり考えてしまうわけなんですよ。ゲストハウス型の部屋の清掃って清掃会社からするとやりたくないなっていうのがあって、今回3000円をゲストから徴収したとしても、例えばエアビー集客にするんだったらそこに清掃料金を乗っけて集客しないと合わないわけなんですよね。3000円の中に清掃料金が込みってなると、 UA さんが自分で清掃するしかないと思います。この清掃を例えば時給1000円とかで集めちゃうとすると、全然クオリティの担保ってできないわけなんですよ。だから清掃料金を乗っけた金額で募集をするというふうになるんだったら、別に格安物件としての売り出しにはならなくなっちゃいますね。そしてこのようにトイレお風呂が共有の施設って他のゲストさんも使うわけじゃないですか。戸建て物件であなただけが利用しますよって言って貸し出した時に、ゲストさんが例えばおしっこを枠から外してしまって床におしっこばらまいちゃったとした時に、自分たちだけが使うってなったら、それをゲストさんって大体拭くわけですよ、自分たちで。まあもちろん中にはそのまんまにしちゃう方もいるとは思いますけれども、大多数が1週間とか泊まるんだったらおしっこ外しちゃったら拭くとは思うんですよね。それを共有トイレになると、まあいいやっていうふうに思う方の比率がすごく上がると思います。で、一人ゲストさんが、あ、おしっこ汚ねえな、ちょっと臭いなっていうような状態のまま別のゲストさんがそこを使うとなると、その方っておそらくわざわざ拭かないんですよ。そうなるともっと使い方汚くなりますよね。このサイクルに必ずなっていくんで、施設全体はものすごく汚くなっていくと思います。で、清掃に関しても清掃会社を入れるとかアルバイトを入れるとかってなったとしても、基本的にはチェックアウトの時に入るような形になるわけなんですよ。共用部清掃だけであったり水回りだけであればチェックアウトじゃない時に入るってこともできますけれども、結構清掃スタッフからしてもこのようなゲストハウス型とかシェアハウス型の共用部清掃ってなかなかメンタルやられます。めちゃくちゃ汚いんですよね。民泊の清掃とはレベルが違うぐらい、ゲストハウスとか共用部のトイレって本当に汚いです。そしてちゃんとした清掃会社とかオーナーさん自らがしっかりお掃除をしていく形をしていかないと、この部屋のレビューがボロボロになっていくっていう絵は容易に想像ができますね。おそらく安いがために泊まるっていう施設になっちゃうんで、クオリティガタ落ちになっていくと思います。そしてオーナーさん自身もかなりテコ入れをしなければいけないので、だんだん割に合わないなってことに気づいてきちゃうんじゃないかなと思うんですよ。利益率だけで言うならっていうところで、自分自身が動いたものっていうのはお金が発生しないから、それは良しとしてしまうオーナーさんって結構いるんですね。自分自身がグリ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 清掃したりとか動き回っていて、それでこれだけ利益を出してますっていう方もいるんですけれども、私からするとそれって全然利益が出ていないっていうふうに思っちゃうわけなんですよ。
なぜかというと、自分自身の価値って自分が一番分かってるわけじゃないですか。自分が1年間にどれだけの収入をもたらしているか、そこに対して自分が体を入れたコストっていうのは自分の時給換算ができるわけなんですよね。だからこのトイレの清掃って私が行ったら合わないよねって、でも私が委託をして行ってもらうんだったら合うよねっていう風な話だったら、ガンガン外注に委託をしていくべきだと思うんですよ。その料金を安ければ安いほどいいなっていう風になると、アルバイトの無責任な方にお願いをするとどんどんクオリティ下がっていっちゃいます。だから3000円の宿泊料金プラス清掃料金をオンした金額を取らなければいけなくはなるので、結局それってあんまり金額としては安いなっていう施設にならないと思うんですよ。私はこの質問を受けた時に、本当に西成のエリアの中で外国人に安く喜んでもらえる施設を作るっていう方向性で考えてるのかなっていうふうに思ったので、今のこのご時世であればそのスタイルはあんまり望ましくないんじゃないかなっていうふうに思います。もし UA さんが例えば隣に住んでいますとかっていうんだったら全然話は別なんですけれども、電車で30分ってまあまあな距離だと思うんですよ。毎日通ってくださいって言って行ける感じでもないわけじゃないですか。じゃあ1週間に1回は行きますよってなると、1週間空くと結構びっくりするぐらい状況変わっちゃってます。トイレであったら1週間もし清掃に入らなかったらなかなか悲惨な状況になってると思いますね。そうなるとオーナーさん自身で、あ、私この物件自分だったら泊まれないかもって思いながら清掃すると、やっぱり清掃にも気合入んなくなってきちゃうわけなんですよ。だから自分自身が泊まりたいなっていうふうに思える部屋を提供するっていうのはやっぱり大事だなっていうふうに思いますよね。じゃあ私がもしこの物件を買うんだったらどうするかっていうと、やっぱり一人一組っていうのにこだわった方がトータル的なコストっていうのは絶対安くなると思うんですよ。売上はもしかしたらこのシェアハウス型の方が上がるかもしれないんですけれども、自分のメンタル的なストレスとか外注でお掃除を手配したりとか、そういうコスト感を考えるんだったら一軒家をゆったりと貸してた方が、そんなにストレスなくゲストさん使ってくれて、アウトした時はちゃんと決まった方がしっかり清掃に入ってくれて、トラブルある時は対応するけれど1ヶ月2ヶ月のゲストさんが入るってこともあるわけなんですよね。そういう風な運営のスタイルにした方が私はいいんじゃないかなっていう風に思います。当然私自身も民泊やるにあたって同じようなことを考えたことはありますよ。でも私の場合だったらもしかしたらこの UA さんと同じスタイルでもできるかもしれないです。それはなぜかというと、私が清掃会社をやってるからなんですよ。清掃会社を自社でやってるから自分たちで清掃をうまく回すことができるわけなんですよね。では清掃会社の私たちに対して UA さんが仮にこの部屋の清掃を2000円でお願いしますとか2500円でお願いしますって言われても、うちの会社はその金額では受けれないわけなんですよね。そうなるともっと安くやってくれる個人の方にお願いをしなければいけないとか、自分自身で清掃しなければいけないっていうところになるわけなんですよね。個人の方になればやっぱり責任がないので、いきなり連絡取れなくなっちゃったりとか、今日はいけませんって言われちゃうこともあるわけなんですよ。そうなると同日チェックインで予約が入る予定だった次のゲストさんにめちゃくちゃ迷惑がかかっちゃったりとか、オーナーさんが自分の予定をもうリスケしてでも清掃に駆けつけなければいけないっていう状態になっちゃったりすることもあるわけなんですよ。なので今回の相談の中で私が一番気になるのは、清掃料金の部分を書いていなかったっていうことなんですよね。清掃料金っていうのはこの宿泊料金3000円にプラスでオンをしなければいけない金額なので、ゲストさんはおそらく割安だなっていうふうには思わなくなっちゃうんじゃないかなっていうところがあります。ただ大人数で泊まった場合っていうのは清掃料金は分散されていくので、仮に1部屋の清掃が5000円だったとしても3名とか5名で泊まった時っていうのはかなり薄まるわけじゃないですか。5名で1泊で清掃料金5000円だったら1人1000円ずつ負担すればいいよねって話になるけれども、5名で10泊だったとしても清掃料金って1回分の5000円なわけですよ。こういう風になると清掃料金なんて気にならないぐらい安く感じるわけなんですよね。だからあくまでも狙いは大人数なんですっていうところもあるんですけれども、このタイプの部屋に大人数で泊まるっていうパターンはあんまりないというふうに思った方がいいので、3部屋が1人ずつのゲストさんで全部埋まっちゃうっていうことまで想定はしておいた方がいいと思います。そしてその可能性非常に高くなるんじゃないかなというふうに私は思いますね。参考になれば幸いです。
いかがでしたでしょうか。本日は視聴者様からの質問にお答えをしますというコーナーをやってきました。最近私の方にいろいろな方から質問の DM であったりコメントをいただくんですね。そこで思うのが、皆さんの質問のレベルがめちゃくちゃ高くなってきてるんですよ。今までパッと聞かれてパッと答えれたものが、なんかより専門性が強いような質問が増えてきました。そこで一つ皆様にお伝えしておきたいと思ったのが、建築基準法が関わる質問に関しては私も答えれないことが非常に多いわけなんですよ。建築基準法ってその状況によって全然違いますし、私自身も専門家に聞かないと回答が出ないわけなんですよね。で、聞いてる方がそもそもそれを全部把握した上で聞いているかっていうところもあるわけなんですよね。建築士さんじゃないと答えれないような質問をしてきてくれる方もいるんですけれども、そこの分野に関してはより詳しい人に聞いた方が的確な答えはもらえます。一応民泊について私もかなり詳しい立場ではあるんですけれども、私自身もいざ自分で運営を始めるとか新しい物件を買いますっていう時に、当然専門家に質問をしたりとか聞いたり打ち合わせをしていかなければいけないわけなんですよ。それって私の知識では足りないからお願いをしている相談に乗ってもらうっていう話になるんですよね。質問内容として、私が質問をしなければいけない方と話をする中で、例えば相談費用をお支払いして質問 しないといけないとか、時間を作ってもらわないと解決をしないというような、ものすごく突っ込んだ内容を聞いてきてくれる方もいるんですけれども、そういう方の質問はちょっと動画でお話しすることができないパターンもあるので、そこだけはご了承ください。一番スムーズに私が自信持ってパンって答えれるのは、やっぱり民泊の清掃のお話ですね。民泊清掃に関するお話であれば何でも答えれると思います。このあたりも参考にしていただければと思います。また質問がありましたら Twitter、Instagram、YouTube のコメント欄から書き込んでみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。